い使いたかったけど使えなかった、 UPC 使う。というわけで今回のメンバーを軽く紹介していくぜ。クソデカヌルヌルドリブラーパーマー、南米バーガビー、テラカルズ、キングウェキール、ハーランドアッシュ、セルロート、ハーランド貴重種、ブロベー、ラーメンつき麺、僕見つめ、オッケー、クリアビーラスが好き、なんかお前去年もいたな、ヌルヌル生アービス、今日はこの8名を使って楽しくユートボールやってやるんだから、イゾレッツヤマタのオロチンボ。私、夢がありまして、それが 3P することなんですよね。だから言っちゃえば今日って 9P みたいなもんじゃないですか。これはもうおちんぽからマネージ深いだろうってことで。やっべ、マジで肩痛え。寝違えた、普通に。最近体の節々痛すぎ。はい。はい。あーだと思ったぞ、誰かしら不調行くやろなと思ったらそこ二人かい。前半のうちに肩をつける必要がありそうやな。おいおい、片付けられるのはこっちだったみてえな。いや、ほんま皆さんの使用感というところにかかってますからね。あー年回った、ベールのオーバーヘイト企画のために画質を高画質にしたままだった。でも意外と高画質の状態でも言う通りできたりするんだけども、若干ディティールに重さが出るというか、セルロートのドリブルとかぐちゃぐちゃになるんじゃないかみたいな、そういう不安ありますけど、頑張ろうとりあえず。ディフェンス陣に関してはしっかりメンバー揃ってるんで、そんな簡単にやりたくないんやけど、デヨング大丈夫か、富谷つけらない、渡していきましょう。マラドーナはディフェンス能力がありません、故に縦パスが取る、セルロートからスルーパス、いいね。デラクルス、お前はドリブルもできるように改造してるからな。だがしかし、ここでしっかりサイドバックを使うのも大事。クロスを蹴って、あとはセルロートがボーン、何か渡しといて、パーマーがヌルドリ特化型に育成してるんで運びますね。いいね、口いいよいいよいいよ、おいマジかよ。でもパーマやっぱりいいな、身長189センチでボールキープが100の時点で絶対強いと思ったけど、もう予想以上だ。デラクルス出てこいよ、お前アグレッシブ90になっとるぞ。いや絶対ダブルタッチからの、なに、いや交通事故なんでセーフです、ありがとう、垂れます。でセルロートからスルバイロ、デラクルスでビエラビエラビエラちゃんちゃん、おパーマいいところにディフェンスもできるからね、たまんないからね。これはフェキールがしっかりボールキープしてフィジコンもありますから、だからこその安心感。渡してここからデラクルス飛び出してじゃねえよ、来たどこ出しとんねん、違う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 、デラクルス、ええとこに、どうする、デラクルス、スルバイロ、セア、セルロト、この距離感のお前はハーランド時間で運べる、そして打てる、うわっつ、マジで、でも蹴ってるか全然振ってない、ベラ、頭タレバスのコース来ていいっすか、間違いねえな、おいおいどうするこれ、絶対センターフォーのボール渡ってからダブルタッチがシュートや、ダブルタッチでエッチしたーい。でも予想渡っとったやん、だから嫌いじゃない、バタチうまい、セルロート渡して、パーマ運ぼうぜ、お前のビジョナリークロスでセルロートを生かしてみんか、最高だな、どこゲットねん。ということでコーナーキックは私フェキールが担当させていただきます。まあ週刊 FP 超強化枠なんで、これ決めれますね、マジあるよこれ、ほれほれ、ナム取れる、ナイス、こっちデラクルス、ダメだ、インパクト、いや強い、いやおいマジかよ、デラクルやるじゃんガチで、相手にフェアだと交錯した瞬間に絶対ズガが始まると思ったのに、ズガー、いやドリブル結構甘めに振ったと思ったけど、いけたか、これスルバーもできるよと、全員ね攻守ともにバランスいいからね、パーマーが運びますよ、そのままパーマーですからね、でこれ一回ひ、ちょ重いだろ、おい画質が良すぎる、あまりにも、スルバいいね、ビジョナリー使える、縦パス渡せる、セルリとスルバ来た、デラクルス打て強い、おい決めろよここ、惜しいと飛び出すタイミングもいい、ええやんマジで、前半に関しては上出来ということで、後半一気にクオリティが下がっていく、負傷が2人入りますからね。基本的にオフェンシブミッドフィルダーはもう右サイド左サイドどっちもドリブルいっぱいやれで、プロベはもうプロしてペイ、まず開幕デヨングからプロしてペイペイ、おおおナイス、クニャキープ、うわーやりやすこいつ、ドリブルやっぱりいいなー、ブースターついた状態で早く使えて、プロステベイだいけー、うわお目線あるやろお前、前に触らない、ビエロ、まあ、これは絶対すれば作るんですけど、まあラーフォーがねもうそこをつきってるんで問題ないって感じですかね。トミーヤズ大丈夫か、ラームいいところに、これすればすね、渡しといてクーニャー、アタッチ軽い、しかもドリブル速い、足元か、いやスルーパーだろ、ブロはベースするんや、とにかく縦走ってビジコンで一気に持っていき、ててて、ブロベイがナイスだよね、垂れますや、やばい、ダメだ、シュート、ジョイ、おれとにかく前線はドリブルのプロフェッショナルしか置いてへんのや。でメンフィスがしっかりキープの時間稼ぎして、パス渡せんのかーい、落ち着けれは間違いないぞ、まあ、適当パスすることはお前できるぞ、キャラクター性能的にはお前のプレイスキルが大変だよ、ビエラナイス取った、ブロベどうする、ブロベブロベ、あーブロベ失敗した、テヨング危ない、絶対立てますやんこんなん、あ絶対絶対ダブルアップかシュート、こんなんアッパーカーブ曲がりすぎー、まあ今のは攻撃適当にやったつけって感じですかね、ハメス
あ、ごめん、はめられた。俺がハメスだった。まあ、さすがにバッチョといえどもね、そう荒う方が流れてきたらどうしようもない。横パス渡して、ハメスパス上手。で、ビジョナリー行こうか。で、ハメス使う三角形ブロメだろ来たか行ったブロメまっすぐ行けまっすぐブロメもっすぐもっすぐブロメスーパー渡せクリア頼むぞダブルチャーいい話ビエラこっちビエラお前もドリブラの仲間にするんだあれ絶対あれやろディベンジもついてないやろでビエラ戻って、うわ、逆サイ来るぞ大丈夫かうわ、そこにはラーム、そこにはトメス、魔法チンコ完成、タレバツ、で、ワンダッチ、いいね、ブロベ、ワンツーだろいけねえ、ミスお前、バス頑張ってや、マジでブロベは空中戦勝ちできる。ブロベ頑張れブロベガッツがないともうどうしようもないナイスブロベ穴をぶち抜けるかブロベいけスピシャルいやいや、来たいけクーリャ撃て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 落ち着け俺なんやこの酸っぱいファミリーあと3分か。いや、勝てばワンチャンある。ビエラ前。そうハメス。逆転の一発。このスリバーを見ろいけるうわーお前波状攻撃せいや取れたビエラ前行けあー惜しいガチでーくそマジでガスが悪いだろ。いや、お前らさ、マジでパーズ使わせてもらいましたけどね、一番いいなって思ったのは誰かな、デラクルス。まあ、実際結果を出したというところもありますけれども、あの感じでディフェンスもできる嬉しいなぁ。その攻撃面で、あーで画質変えるの忘れたー。いつまでなんか視聴者に最高画質を提供するつもりや、まあ、それはそれでええか。別に低画質で低プレイするぐらいだったら画質ぐらい良くした方がええか。いきまーす。いやー、条件不調なくなった。これはもう絶対勝ちましたね、マジで。若干高めの442ということで、これは、うちのファンタスティックが4するときが来たな。あ、で、ビエラにディフェンシブつけるの忘れてた。一回落として、そっからサイド渡しますね。で、フェキエルちゃんとボールキープすると見せかけて、もう飛び出したコールパーマ使う。いや、これボール持ってからドリブル始めたいな。どうかな、どうかな。パーマーどこ行ったんだよ。まあ、リカじゃ説明できない動き方しようとやら、マジでも。来いリカ来いダメだ。ビエラ。来い来いリカリカいけナイス！これフィジカルあるからキング、キング！ちょっと待って、ダメ、カーソルか。ああ、終わった、終わった。ファーマーを運んで、へこ、垂れます。そう。で、ここでフェキルが一回ボールキープして、コールバーマーすればさ、運びます。絶対抜きたい。絶対全員抜きたい。いいよ、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 ファーマーいいよ。ファーマーいいよ。ファーマーいいよ。ファーマー、ファーマー、ファーマー、もう一本もう一本だらら！マジでヌルドリに関してはクオリティ最高なんですけどね、マジでね。ビジョナリーパスに逃げてもよかったから、いや、逃げたくなかったんや。パーマーもう戻ってきて守備やってるやないか。この責任から強さ、一人で一位任されてるだけありますね。で、縦パス渡して、フェキールが、もうキングドリブルやっちゃっていい？フェキールは足んねえから、ドリブルしに。いや、でもスリッパかな、コールパーマ空いてるわ。ダメだ。いけるでしょ。おい、ボルクワン頼むて、マジで前から潰せ。こういうからガンガンプレイじゃ助かる。ナレーパス、スリッパ来た、ビジョナリースリッパス来たいけ、ゼロだ。あー、絶対裏パスだったしまった中にいるセンターフォードの性質を忘れた。デヨングでかいデラックルズ。プラスレアロ。バレットエントラーいけー厳しいかやれるやれ195やぞビエラ、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 パーマ、ビエラ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 でかい。違うっすねこれ違うっすデラクルスっす自分マジ危ねっすちょ、セルローとデラクルスをもっと使ってみたいという気持ちがあるんで、こいつら二人一回置いとく。あ、メイス無理。デヨング。いいとこデラクルス。いいね、ほんとに。守備意識高い人間やね。こういうとこでボール奪ってくれっからな。こっちやろ、セルロード。落として、横出して、ハメスがボールキープ。運びたい。いける。お前、このヌルドリ。ブラバーハメス対戦うわー、フィジコン70にした甲斐があったと思ったのに。アラホ、どうする？ハメハメ。あー、でかいねー。ハメスはハメ出しするから。どうなるんだ、ハメ。いいスリバー。デラクルス。ブラバー完璧いいとこやし。バレットヘッド、よーわなんでやねん、おい！ヘディング決定力101のバレットヘッドがあれやから、お前のバレットヘッドどうかと思ったらちゃんとしたなんかい。うん。てかさ、このさ、デラクルスの動きやばくない？これやばくない？こいつめっちゃ強くない？さっきも左側からこっち側まで顔出してきたしさ。まずいまずい。お！来てる。セロード！いけるなあ！ドリブル数値もちゃんと！セロード！セロード！セロード！ちょっと邪魔だろ、ベイビーズ！何やってんだ！デジャバリパンやめろ！落ち着け！はじけよ！ビエラ止め！いける！あ、なんで撃つの、お前が！デジャバリビエラやめろ！デラクルス。うまいドリブル！すれば。まずいける？いいよ。間違えた。
ってもう試合やらせてちょっとこれダメだ。後半バーソロミュークマ来ちゃったマジで、何もなかったマジで。ってことで、泣きの一回。あはは何お前定期的に不調来とんじゃん、マジで。ハメスじゃなくてメスやないかい。まあ、クーネ今回好調なんで、さすがに使います。本当に申し訳ないから。ごめん。ヤゴリデが使ってるこいつ、まあまあ、運ぶっしょ。いいね、このボールギブ。できるこっち。セロと。いや。狙えるっしょ。いけー、なんでお前ちゃん、おいごめん、お前のこと右利きやと思っとった、顔的に。左利きか。ナイス。あら、そろそろ。あら、そろそろちょっと。一発かましてもらっていいですか。男パワー、ナイスベギル、いいギブだ。ワンタッチすれば勝利確定。いや何やっとんじゃパパ、おいフェノミナルパスからつけとけよ、マジョービだよ。押し上げもみ上げでかすぎる。行こう、これでまずはめっちゃ運ぶ。いいね、負けない、簡単に。ダメだ。よいしょー、ブーターついてたらお前らでこれまでやから。はいはい、最高。違う、いけー、誰か、なんでバーバーいる。ステルロード、お前ならどう考えても、どうしてコールバーバーが1から100まで全部やることあるんだい。なんかあれだな、ちょっとなんかご利用したいんで、もうセルロートここに置いて、もうブロベーここ。もうこの2トップ置いてから、もう4-2-2-2みたいな感じでやっていこうと思います。デヨング、デヨング、はい、ビエラ、パーマーいいところに、運ぼうが、ここです。ブロベータッチでかーおボールだけ残っとるやんけ、マジでおい。理科の実験でああいうのあったよな。セルロート、いける、デグ、ナイス、デラ、ワンタッチ。でらえらいようでした。落として、渡して、取られて、ブロベイ渡して、フラスル、来た、セロードバレットヘッドだはは、よーわ。もう絶対クロスゲーなんて名乗ってるやから、クロスが来ることは間違いないんやけど、だがしかし問題ない。ヤンコレルは、クロ、さすがだよ。信頼していたお前のことは。スルバイロ、いるよね、バーマン。ナイス。どうする、スルバイロ、試してくれ。セロードが中入って、セロード。そうだ、やれバレッ、ブーいや、もうバレッといてよくねなんかもう、固くならバレッと、それでも私はバレットヘッドだ。セルロードか、帰れー、セルロード、お前らが間違いねえ、交代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 じゃ、あんな奴どっか行かせろ、メイビスよこせ。そして、このタイミングで、パーマは若干体力なくなってきてるんで、最後のハメ。普通だったらハメってやっぱそのクロスボールから蹴ると思うんですけど、今回狙います。サッカーは頭じゃなくて、足やるもんねってことを教えてやるわ。ああ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 。